函館大学は北海道函館市高級町51-1日本部を置く日本の私立大学である1965年に設置された大学の略称は函大地元での略称は元大少人数の学生を1000人教員が4年間指導することで高度な職業能力を身につけさせる専攻塾制度が特色これは2001年後より 大学カリキュラムを大幅に変更して導入された。教官が3人体制で入学から就職まで学生生活全般をサポートするシステムで当時の学長の河村広宗が導入した。入学時の受講科目選択や生活の悩み、卒業論文や就職指導までの4年間の学生生活を支援した。また新カリキュラムに合わせて1区の演習旨などを新築。 改築した。また、国際教育にも力を入れており、小学部のみの短科大学でありながら、英語の教員免許を取得できる家庭が設けられている。課外活動では、公式野球部、ハンドボール部、バスケットボール部、ボーリング部が競合として知られる。河村広宗が学長を務めていた時代は、客員講師として、桂文枝や日本勝を招き、 実地に即したユニークな講義が行われた。他にも、元札幌講研研次長や元実銀、函館支店長、東京海上火災保険函館駅前支店長、三井生命保険産業、元東洋新宅銀行副社長、道の区銀行取締役秘書室長、青森地域社会研究所常務理事などといった指揮者を招いている。このため、関東地方を中心とする、 同外出身の学生が9割を占めていたが、小笠原湯学長時代に地域密着型の経営方針を打ち出し、客員教授を減らすなど、一転した教育活動を行った。学生の獲得においても、函館や大島近辺に限定するなど、競技的な大学経営を取った結果、学生数を大幅に減少させてしまった。1968年に発生した。 とか中央機自では、鉄筋コンクリート5階建て校舎本館が全開する、被害が生じた。2010年度より、従来の2学科を1学科3ース制に再編、定員削減。2010年度以降2009年度以前、放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、放送大学で取得した単位を卒業に要する、単位として認定することができる。ありがとうございます。